ガリシア州内のイチロイスは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体で、コマルカドサールに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口4871人。住民故障は、男女同系で、ロイセンセ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.52%。ロイスは、アコルーニャ県の南東部に位置する。 隣接する自治体は、北はブリオンと、南はトド,ドロトリアンショと、東はパドロントテオと、西はローサウメである。面積は92.8キロ平方メートルで、12の教区に分かれる。ロイスの中心はオイン教区のサミル地区にある。自治体の最高地点は、トレート3の657メートルで、最低地点は、セーラ教区のサール川で6メートルである。 ロイスはパドロン司法管轄区に属す。住民は12の教区の111の地区に居住する。自治体市長はガリシア国民党のラモンとホレンス。自治体評議員はガリシア国民党7、ガリシア民族主義ブロック3、ガリシア社会党1となっている。ロイスは12の教区に分けられている。ありがとうございます。